お、ついにこれ、なんだかわかる？これわかりますよ。僕この前のサコッシュの時の動画でマクスさんがプロトでピークさんにプレゼントしてそうできました。これじゃーん、本当に形になったんですね。なりました。すごい、バッチリです。これはぜひショート見てください。こうでやってます？合ってますよ。こうでしょ。巾着型になる、かわいいじゃないですか。かわいいでしょ。簡単な説明じゃあさせてもらいますね。あ、そうですね。まあ、サコッシュの起源、はい、臭いぞっていう、まあ、馬の餌やり袋、あれでしたね。そう、それを元に作ったサコッシュなんだけど、その餌やり袋って、まあ、フィードバックって呼ばれてるんだけど、フィードバックやっぱこう歴史も長いし、まあ、各国各地でこういろんな形があるんだけど、まあ、一応この巾着型、はい、っていう、まあ、ちょっと特徴のあるデザインは、はい、これ実はね、オーストラリア、オーストラリアの、はい、まあまあ、騎馬隊こうで使われてる、はいはい、そう、使われてるそのフィードバックが、まあ、こういう巾着型なんだけど、まあ、それを参考にさせてもらって、そこからフィードバックを得て、はい、そうです、いうことですねこれピークさんにプレゼントしてたやつにもちょっとサイズ変わってますよね。そう、あ、よく気づいたね。そう、ちっちゃいです。そう、だいぶちっちゃくしました。やっぱコメント皆さんありがとうございました。いただいた中でやっぱこう両サイズあったらいいとか、ちっちゃい方がいいとかってあったんだけど、やっぱ小さい方が、まあ、この、みんなね、荷物どんどん少なくなってるし、そうですね、そう、気兼ねなく使ってもらいたいなっていうところで、やっぱみんながすごいシンプルなサコッシュ使ってくれてたんだけど、やっぱコットン100の、なんてことないサコッシュ、そう、ショルダーももう何もついてないです、バックル、だからもうちょっと長めにできてるんで、こんな感じでね、縛って調整したりとか、そうそうそう、縛ってもらって好きな長さにしてもらって、ポイポイポイと物入れて、荷物入れてもらって、あとこうギュッとして、もうこれだけです。いいっすね。そう、楽ちんです。なんか荷物めちゃめちゃ少なくても形可愛いからいいっすね。そう、なんかね、もうこのクシャッとした時がいいですよね。それこそピークさんみたいに荷物何も入れなくても、そう大丈夫。いいね、ということで、まあ、コットン100と、まあ、あとね、こっちが、こっちはね、コットン40で、残りの 60% がナイロンで、いわゆる、まあ、64クロスとかって言ったりするんだけど、こうマウンテンパーカー、マウンテンジャケットに使われるようなちょっとシャカシャカした、生地ですね。まあ、こっちの方がちょっとナイロンが入ってるからね、強かったりするんだけど、その機能とかっていうよりかも、まあ、質感ですね。ちょっとこうツヤっとシャカシャカっとしたのが好きなら、サラッとした感じで、まあ、コットン100 で、まあ、洋服にもね、どんな洋服にも合うよってこっちだし、そんな違い、まあ、あと色、全部で5色5色、あります。まあ、ちょっとこれは商品ページ見てください。はい、僕はもう気になる色はもうバッチリ決まってるんで、お、いいですね。これね、2色ぐらい欲しいですね。ね、そうそう、お値段もお手頃なんで、ぜひ。いいですね。まあ、こんな感じで、はい、まあ、初のYouTube からの商品化、すごい、できたということで、なんか嬉しいですね。いいすね、これはこれで ね、新しい試みでした。確かに確かに、はい、コメントをくれたね、皆さん、本当にありがとうございました、ということで、買ってくれるんですよね。買ってください